今時未知の M なんてよ。夜霊にも出ないで M のストーカーですか。毎晩カイドウのダミ声なんか聞きたくねえ。明日からはお取り込み中申し訳ない。どこ先輩、隊員データによれば魔法、俺の武器はこのガントレット。よく生き延びてますね。呆れてるんです。西島ちゃん、命を預けるバディとして土豪さんの魔法は実に。ケーラの後にウィザード干渉な。いいですね。俺の意見聞け。反対。ケーラ、始めます。鵜飼さん、土豪さん、あのフォグはずっと死んでましたよね。その通り、放置されてるって感じだった。呪文を知ってる奴が現れて活性化させたんだろうな。継続的監視案件ですね。却下だろうな。人手不足を持ち出されてさ。今時監視は AI の仕事です。うちは遅れてます。メアは魔法使い集団、アナログのゴンゲみたいなものさ。コンピューターとの相性は最悪だ。西島ちゃん、さっきのウィザードの件だけど、俺のカラスに探させようか。謝礼は出せません。それでもよければ。問題なし。じゃあ手配しとく。ウィザードとは、ウィザードとアートを組み合わせた造語だ。我々はこのウィザードを干渉することで魔法を得て強化する。ウィザードを描くのはギルドの魔法使い。ギルドの目的は魔法使いの絶対数を増やすこと。ウィザードにはルブルム中毒者を魔法使いに、つまりダムドに変容させる効果もあるのだ。始めます。ドゴさん、俺は反対しただ。しかも大反対。まさかとは思いますけど、ドゴさんは魔法強化が怖いんですか。魔法を増やしたら自分が自分ではなくなる。メアから給料をもらいながらそんな甘えたことを言う。そんな腰抜けがたまにいますけど、ドゴさん、まさか。くぅ、ああやだやだ。最小限の魔法で戦うスリル、あの快感を知らねえな。まあいいわ。な、このこだわりは選ばれし戦士にしかわかんねえよな。よかろう。俺は腰抜けじゃねえ。来い。その調子でお願い。
小田島、ああこれ大学の後輩で小田島、例のカラス先輩。俺ダムドになっちゃいました。あ、お前ルブやってたのか。すいません。何やってるんだよ。よし、施設を紹介してやる。登録されたら家族もマークされます。子供の将来が終わります。お前はまだ初期だ。会話もできる。まだ間に合うぞ。今は入ってますから、そろそろ切れる頃です。うかい、こりゃもうダメだ。西島、他の班を呼べ。了解。西島ちゃん、連絡はいいや。小田島、あとは俺に任せろ。お願いします。攻撃を開始する。ほっ、かっ、ね、ほっ。最高の結果だろう。西島ちゃん、俺このバカ野郎の身元。お、やるなら完璧にな。鵜飼さん、小田島でも悲劇の元凶。西島、事案発生、109前です。先、行ってます。午前0時30分、連絡はまだ来ない。こんな時間にどんなバイトだ。魔女だって。目黒なのか。何してるんだあいつ。
やられたのはいかにもな連中だ。いい君。どうせルブ中だろ。やったのは若い魔女だって。魔女っ子いいな。やっぱり目黒だ。俺が言っても仕方ないか。君魔法使いだよね。ここで何をしているの。何ってアプリを見て。まあただのやじ馬。駆られるのはどんな魔法使いだろうって。俺帰っていいよね。もしかして知り合い。心配で来てみた。勝手に作るなよ。ごめんね、仕事なの。確認だけど、君はレプリカかな。もしかしてダムド。もしそうなら治療施設紹介するよ。は？ギルドか。ほらガキ撃ってこい。あなた解放だ。先輩そこまで。威嚇と挑発は違法だよな。でも乗ってやる。行くよ。
遅すぎ。余裕。なんだよ、目合ってこの程度。こっちの手順が違法だったから遠慮しただけ。でも、もう違法魔法行為の現行犯。逮捕なんかされない。逮捕？危険魔法使いは成敗してくれるわ。バカみたい。この人たち何人いると思ってるの？どんどん応援が来るんだから。ほら逃げよう。走れマリン。もしかして私が心配で見に行ったとか。まさか。お、そう。でも最近伸び悩みかな。悩み大きい子。俺は大学生、休学してるけど。ねえ、まだバイトが残って。その後そっちね。現場はストリーム広場。
あのさ、お前って呼ばれるの嫌。なんて呼べばいい？目黒か。それも嫌。渋谷なのに目黒とか言うやつ多いから。じゃあ何。はい。友達はニカリンって呼ぶ。リンとか言わない主義。じゃあニカで。君はマリン君ね。サンダー君って感じだから。どうした？好きにしろ。知ってた。かかってくれば。まずいって。マリン君、変わるよ。見える。集中。ゾーン入った。嘘。俺に手を出すな。楽勝。行くよ。マリン君、はい、集中。決まり。ダメかも。やば。なあ。なんだ。お。ほら。行くよ。知ってた。
うした？俺に手を出すな。知ってた。あんたらだって魔法使いだろ。マリル、ピエル、決まり。嘘。あ、意外と。